帯低気圧の特徴に何も持たなくていいので前の方に集まってきてください。ここの水槽に入っているのが、温かいお湯なので、暖気を表していて、こっちの青い、じゃあ行きます、沈み込んで、暖気を押し上げているのが分かるでしょうか。暖気をこう暖気の下に潜り込んでこう押し上げていくというのが、イメージとして覚えておいてください。一番の紙なんですけど、このピンクの部分が下になるように下か。ピンクのところですね。なんとか木とか何っていうのが特徴です。正解です。何層分とか、石炎と高層分、こいつとかこいつの名前よく分からんから、出てこなかったから、教科書に書いてたね。こういうことですね。こう、ここがあったかくなって、空の晴れ間が、そうかけてしいじゃん、動きかけてる。結構手抜いてギリギリだったんで、多分丁寧に書くともっと時間かかるんじゃないか。